で、まあ松本人志さんの件なんですが、まあ、今日裁判をしてさっき緊急に動画作ったんですが、まあ、僕の予想通りですね、裁判をしないか、あるいは、まあ、三流弁護士になるんじゃないかというところで、まあ、三流弁護士がついたと、まあ、しかも5億5000万円請求しているにもかかわらず弁護士がたったの一人ということなんで、まあ、ここから見て取れることに関してなんですが、まあ、本当にやる気がないということですね。これはもう完全に時間延ばしです。引き延ばしの裁判ということが言えると思います。要は性的な強要をしたかどうかっていうことを、性的な行為があったかどうか、いわゆる性的な行為があったことすら否定してますね、今回の訴状を見てるとね。いわゆるエッチなことをした、でそれが合意か無理やりかっていう、そのエッチしたことは認めた上で合意か無理やりかっていうあることを争うのかなと思ったら、エッチなことをしたこと、それは最終的な本番行為をしたじゃなくて性的行為と言ってますので、いわゆるキスをしたりとか、もうちょっと肉体関係のことですね、そういったことすらしていないという主張をしてるんですね。そんなことありえないじゃないですか、もうここまで来て。もしそうだったらとっくに記者会見してるでしょうと。とにかくね、この件は記者会見をしないことが大きなポイントなんですね。で、記者会見をせずに裁判をするっていうのは、これね、刑事事件が嫌で喋らないんだったらわかるんですけど、民事をして本当に勝つんだったら、まずは世論を味方にしないと。いわゆる松本人さんがね、カムケンのようにまあ出てきてですね、まあラジオでもいいんですよ、もちろん YouTube でもいいし記者会見もいいんです、何らかの発信をせずにですね、このようにいわゆるまあ司法の救済というんですが、松本人志さんの場合はね、記者会見を開けばこれみんな報じてくれるんですよ。つまり週刊文春よりもより強い反論ができます。これ対抗言論と言いますけども、例えばね、ジャガー横田さんのご主人なんかは、木下先生なんかはね、文春に嘘を書かれて結局対抗言論のしようがないわけです。文春よりも強い発信力って木下先生お持ちじゃないから、自分のまあ SNS でそんなことはないって言ってもそれは払拭されるわけがないから、もちろんね、文春の方が力も強いし、対抗言論が弱いから裁判をしました、裁判勝ちましたと、こういう流れなんですが、松本人志さんの場合は対抗言論でそんなことはないといえば、その記者会見でね、まずはそこから説明してですね、で文春がもし間違ってたら松本さんのその主張に対してね、まあ反論っていうかな、言い分に対して文春が取材をして間違ってたらごめんなさいになるんでしょうけど、全くその対抗言論、つまり記者会見も YouTube での反論もせずにですね、裁判で5億5000万円要求してくるっていうのは、これはちょっとね、どうなんだろうとしか言いようがない。で、なぜじゃあ時間の引き延ばしをするのかっていうと、これは可能性としてですよ、あるのはやっぱり財産隠しっていうのはあると思います。これ言うと松本さんに怒られるかもしれませんが、やはりその時間を引き延ばすことによってですね、自分で判断しない、これはスポンサー側が悪いんだと、まあ裁判決着つくまでわからないだろうという状態にしておいてですね、スポンサーからいわゆる松本さんがやっている CM からですね、違約金、迷惑料ってやつですね、そういうのが請求されるというのをですね、先延ばししてる間に自分の財産を、例えば奥さんの名義で何か買ったりしてですね、まあ偽装離婚したりとかですね、する可能性、これは可能性の話なんで、まあ、そういったことをしようとしている可能性もあるんですね。とにかくもう裁判はもうどうやっても勝てないですね、このやり方勝てないです。もう裁判、弁護士自体がとにかく三流の弁護士でですね、先ほど言いましたが、検察をですね、実質クビになっているような人でですね、聞いたこともないような人ですね、そういう人がですね、一人で弁護を受けてですね、やるというのは、まあ、ちょっともうありえないですね。本気でやってるとは思えない、勝ちにいってるとは思えないということですね。引き延ばしをしているのは、まあ、直ちにスポンサー側からですね、違約金を払い、いわゆるその、まあ、不祥事を起こしたから金払えと、そういうことではないと思います。で、あと文献侵入者他1名となってるんですが、ひょっとしたら僕が訴えられているかもしれません。12月27日発売号のことでですね、僕は文春の記事が正しいんだと、松本栄冠しろと言いましたから、あの他1名は A 子さんかもしれないし、 B 子さんかもしれないし、それ以外の方かもしれません。ただ立花隆でやる可能性は十分にあるとは思ってます。まあ、その場合は僕は文春のこれまでの記事の正確性などでですね、あと松本人志さんが直ちに記者会見を開いていないなどのですね、まあ、これはもう客観的証拠しかないんですが、それをもとに裁判を戦っていきたいと思っています。あとね、まあ、記事の掲載を削除しろというのもありましたから、もう本当にね、それを言うんだったら早く先に仮処分で記事掲載を止めればいいんですけど、まあ、いずれにしてもこれね、松本人志さん裁判では勝てないと思います。
としたら買ったとしても100万円ぐらい、50万円とかね、その強要があったとまでは認められないみたいな、そのまあエッチしたことについてはもうこれはもうさすがに覆らないですよ。もう A 子さん B 子さんだけじゃなくて C 子さん D 子さん E 子さんってありますから、いますからね。要は民事裁判というのは49対51で勝てますからね。文春側が51以上の印象を持てば勝てるので、刑事裁判は絶対にやったというそういう状態じゃないと有罪にならないですね。あの TBS の元ね、社員の山口さんって人と伊藤詩織さんの事件も、刑事裁判は山口さんは無罪、民事裁判は伊藤さんが勝つというですね、民事と刑事は分かれるわけですよね。このこれはよくあることです。特にこういう密室での行為ですね、密室で行われたことに対しては、なかなかね疑わしきは罰せずなので、刑事では有罪にできない。しかし民事では男性がそういった性行為を無理やりしたみたいなことを認められるパターンは多いですね。で、まあ今回ね、仮に松本さんが買ったとしてもどうだろう、50万とか100万ぐらいでしょうね。5億5000万も請求してますけど、まあこれはなんて言うんだろう、ありがとうございます。これはもうね、ほとんどなんか脅かしのような額でですね、本気で勝ちに行ってるとは思えないというあります。ということで、ざっくりこんな感じで解説させていただきました。で、文春の第3弾です、第4弾第5弾っていうのは間違いなく出るということで、まあ、まだまだ情報が入ってきているということを文春の関係者から聞いております。